いないいないばあ。爪長お化け。アンパンマンとバイキンマンはとっても仲良し。今日も仲良く幼稚園で遊んでいます。あれ、アンパンマン、バイキンマン、ちょっと爪が伸びているね。お友達をひっかいちゃうと痛いから爪切ろうか。絶対やだ、爪切り痛いんだもん。俺様は爪を伸ばしてるんだ、切っちゃダメだぞ。二人は次の日も次の日も爪を切りませんでした。ある日の夜、赤ちゃんマンが夜道を歩いていると、いやー、爪長お化けが出たでちゅー。ほっぺ引っかかれたでちゅー。どうしよう、僕、爪長お化けじゃないよ。また違うある日の夜、ドキンちゃんが夜道を歩いていると、キャー、爪長お化けよ。お手手引っかかれた、食パンマン様。ドキンちゃん、俺様、爪長お化けじゃないぞ。爪長お化けになってしまった二人は慌てて爪を切りました。爪が短くきれいになった二人はまた楽しくお友達と遊ぶことができました。よかったね、アンパンマン、バイキンマン。良い子のみんなは爪を短く切っているかな？ちゃんと切らないと爪長お化けになっちゃうぞ。動画は楽しかったかな？他の嫌だ嫌だの悪い子誰だシリーズを見たい子は動画の説明欄を見てね。